はいどうも皆さんこんにちは、ツンツンです。今日はね、KCGT で活躍したデッキシリーズということでですね、見事磁石で32位に入られたカフーさんのデッキ紹介していきたいなと思います。で、おそらくですね、カフーさんが磁石で最高順位じゃないかなっていうふうには思います。で、そのカフーさんからですね、いろいろね、構築のこととか聞いてきました。まあ、例えばこの磁石、ちょっと気になるところあるでしょ。例えばデッキ枚数だったり、マグネットフィールドの数だったり、あとは、このモンスターの比率、下級の比率だったりだとか、この辺とか結構気になる人もいると思うんですよ。なんで、めっちゃ聞いてきました。じゃあ、まずデッキ枚数26枚ということで、これね、最初は21枚前後で調整したそうなんですよ。理由としては、初動で、こいつですね、ベータプラス強化蘇生とかがめっちゃ強いっていうところだったりだとか、あとは、こいつ、デルタプラスマグネットフィールドがめっちゃ強いだったりだとか、そういうのがあるんですよね。ただ、初手に、例えばベルセリオンだったりだとか、あとは、こいつ引いてなくてマグネットフィールドだったりだとか、だからそういう被りが弱かったりだとか、なんもできないなーみたいなっていう事故がちょっと気になってそうなんですよ。まあ、確かに磁石って、火球を最低限入れなきゃいけない枚数っていうのがあるから、薄くしようとしたらどうしてもモンスター比率とかが多くなっちゃうんですよね。で、それだったら、微妙っていうことで、妨害とか、手札誘発とかを増やすことによって、要はモンスターだけを引くっていう事故が少なくして、妨害プラスモンスターの確率を上げようっていう風な感じになったんですよね。で、結果26枚が一番自分の中でしっくりきたという風な感じだそうです。で、さらにベルセリオン2枚採用してます。これはね、26枚になったっていうところが一つあります。例えば、ローチとか、狡猾とか、そういうのでね、ベルセリオンって結構潰されるんですよ。で、そのままフィニッシャーがいなくて押されるっていうことが多かったんですよね。まあ、理由としては、まあ、薄いタイプだったら、モンスタープラスマグネットフィールドとか、こういうメインギミックを厚くする札っていうのはもちろん引きやすいんですよ。厚いより薄い方がね。ただ、厚い方がよりスローペースな試合で、どんどんアド差を取っていくみたいなところとかの試合とかを作りやすいんですよね。で、そうなった時に、やっぱりちょっと初動とかが遅かったら、相手盤面整ってて、一発目のベルセリオンとか結構やられちゃったりとかするんですよ。で、その時に、まあ、2枚目のベルセリオンがあるとすごくいいみたいな感じですね。だから、例えば2枚採用することによって、対トラミッドでは、パルス、トラミッドパルスあるじゃないですか。あれをベルセリオンでわざと踏んで、で、その後、火球がバーって帰ってくるでしょ？この辺の星さんのやつが。で、そのまま、コアベージ作って、で、プラス、ベルセリオンを代わりして、で、ワンキル、みたいなところとかができたそうなんですよね。あとは、ローチ短期だったりとかしても、わざと踏んで、じゃあ火球3体になるので、そのままブリアント、プラス、火球だったりだとかで、キル取れたりっていうのがあります。なので、ベルセリオン2枚って結構良かったみたいなんですよね。で、次は、気になるところで行くと、多分皆さんが気になるところで言うと、こいつ、ガンマ3枚構築なんですよ。一旦目にね、まあ何かしらの火球磁石を場に出したいなーって思っているそうで、で、枚数増やしたそうです。やっぱ1枚より2枚の方が壁としては強いからね。で、手札に一応他の磁石がいなくても、相手ターンに変身するため、一応腐ることはないというふうな感じかなと思います。対リゾネーター戦とかだったら、このガンマプラス何かを並べておけば、割とワンキルされなかったそうなんで、それで、まあ、アルファいるじゃないですか。ベルセリオンにアクセスできる方。こっちっすね。こいつじゃなくて、ガンマを増やしたという風な背景があったそうです。で、次、誘発。手札誘発が、カイトロイドとクリボールな理由なんですけれども、まあ、まず、ベイルがランク4を作れるからいいっていう風に結構思われがちなんですよね。ただ、磁石って狙わないとランク4ってなかなか作れないんですよ。例えば強化蘇生出てきた、星さんだを、4にしてだったりだとか。で、相手の場にね、鬼丸だったりとか、あと、レビオニアとか戦神とかの3000打点超えてくるような相手とかいるじゃないですか。で、まあ3000打点ジャストか。だったりだとか、いるじゃないですか。その時に、ベルセリオンで相打ちしてから火球自宅3体並べれば、4000ライフちょうど削るっていう勝ち筋あるんですけど、ベールだったら盤面が埋まっちゃって、それができなくなるんですよね。で、攻撃力0だから、0で突っ込んでもいいんですけど、ライフがあればいいけど、D ドルする時ってピンチの時だから、調整段階であんま噛み合ってないなーって思って外したみたいです。で、ベールは、確かに、エクスカリバーとか、6000オニマルとか、サイバーエンドとか、まあ、その辺で突破されやすかったりとかするから、まあ環境的にもクリボールカイトの方がいいだろうと
で、あとね、一応ね、クリボールって横守備にできるじゃないですか。で、守備にすると、このコアベージっているでしょ。こいつ守備表示モンスターをデッキに戻すんで、その辺もシナジーがあるなと思って、クリボールにしてるそうです。ただまあ、クリボールだけだったら心もとないし、まあ、リミニアク空いてるしで、カイトを採用したと。いう風な感じですね。で、まあ、基本的には磁石は横展開しやすいテーマなんで、まあ、ボールとかカイトとか逃げれてるときは、ほぼ死なないという風な感じです。あと、マグネットフィールド2枚。これも結構理由があって、マグネットフィールドめっちゃ強いカードじゃないですか。ただ、初手で引いたときに、このガンマ、デルタだ。デルタがいないと機能しないんですよ、あんまり。で、防御目的で貼っても、すぐにサイクロンとかが今の環境流行ってるから、笑えちゃってもったいないと。だったら、このデルタプラスマグネットフィールドをセットで初手に揃えるっていうところを目指すんじゃなくて、中盤以降に引いたら蘇生できるし、まあバウンス効果あるし、で、アドを稼ぐカード、みたいな感じで考えてるそうなんですよ。だから、初手で引けたらまあ嬉しいけど、ダブっちゃうとめっちゃ弱いから、2枚採用かな、みたいな感じに考えてるそうです。で、あとは、月の書とサイクロンが2枚ずつ入ってるんですけど、まあ、月の書は攻め札として、バウンサーローチ、スクラッチクラッシュとかに当てると。あとは、妨害札としては、トラミッドの1体目の効果にチェーンして2体目打つ。まあ、そうするとね、フィールドの張り替えが1回しかできないので、やったりだったりだとか、リゾネーターのシンクロを止めたりだったりだとか、まあ、そういうのに使ったそうですね。で、まあ、サイクロンは、二伏せの相手にまずサイクで1枚割って2枚目はエクシーズ体で踏む、みたいな使い方が多い。だったり、ネクバ割ったりだとか、そういうのに使うそうです。で、最後にエクストラについてなんですけど、まあ、ダイヤウルフは後ろ割れるし、ブリリアントコアベージ、この辺は、まあ、ランク3入れるんだったら入れなきゃいけないよね枠だよね。あと、アルカードも後ろ割れるっていうところで確定枠。で、ナイトメアシャークは、ジュガンとか、あとは妖戦の大山彦とかサンドラのバジラとか飛び越えるのにはいいっていう、そんな感じですね。で、ガイアドラグーンはクリボールケアです。これ後でリプレイでも話すんですけど、ベルセリオンプラス、家系プラスガイアドラグーンでクリボール1枚貫通できるんですよ。で、唯一の自由枠がデッドリーシンという風な感じっていうところですかね。はい。っていう感じで、めちゃくちゃまあデッキについては話してもらえたんですけれども、じゃあ実際プレイ見ていきたいなと。見ていくなんか、あれやね。彼のプレイを見るみたいな。実際にちょっとプレイやっていきたいなと思います。じゃあまずはなんですけれども、まあエクシーズ体で2枚後ろの妨害を剥がす、みたいな感じの動きをやっていきたいなと思います。で、これはちょっとポイントバトルやってた時のやつで、相手の方がですね、クーガダンだったんですよね。で、この時は、まあ、ハーピーか、遠征か、どっちかかなーなんて思いながら、やってました。で、これ取ってきて、で、ビートから入って動かれるんですけど、この後ビート、ドンパー、で、ダイナ取ってこられました。ダイナは墓地除外されちゃうんで、それが鬱陶しいので、ここはまだ変わりませんと。で、ダイナ出てきて、ドンパ効果つって割ってくるので、そこをチェーンして、エレクトロマグネットウォリアーベータの効果発動です。まあ、エレクトロマグネットウォリアーはね、共通効果で相手ターンに変身することができます。で、デルタに変身して1枚墓地小屋します。で、殴られます。で、エンドフェーズ、強化蘇生で、こいつ蘇生からの、ガンマを蘇生させた時の効果、召喚特殊召喚成功時、手札から、磁石を特殊召喚できます。で、また、ベータ、召喚したの、特殊召喚成功したので、サーチ入れます。で、ここさらに変わって、はい、これ大事です。4-4で習いました。こういう風に、強化蘇生で、レベルを上げて4-4揃えるんですよ。で、ここ変えちゃってもいいんだけど、デルタにね。変えると、デッキの中にデルタなくなるじゃないですか。デッキの中にデルタなくなったら、次のターンに決めきれないと、ちょっとまあ、めんどくさいことになるんで、ここは変身しませんでした。まあ僕はね。で、ダイヤルフ作ります。この動きですね。まず一発目は、こうやって後ろ剥がしに行きます。狡猾ですね。で、次なんですけど、はい、こいつ出してから、はい、アルファ出します。で、ベルセリオンサーチ、墓地見てみましょう。アルファ、ないですね。なんで、ここは、ちょっとその後ろ剥がしに行ってエクシーズするかどうか悩みましたが、今回は、まあ、カナディアとかじゃないかななんて思いつつ、効果入ったしね。なんで、アルカードになります。で、アルカードで優先的にアルファを落としておきます。で、相手が蘇生してきました。ドンパとかで笑えちゃいますと。で、ひょいひょいひょいで出していきます。で、もう一枚ひょいひょいひょいできたらよかったんだけどね。
で、1、2、3枚と除外して、単一制限ないんですよ。ちなみに、マグネットベルセリオンって。好きなだけ磁石を除外して、相手フィールドのカードを破壊するみたいなことができます。対戦ありがとうございました。こういう風な感じで後ろは剥がしていきます。で、さっき言ったクリボール貫通のガイアドラグーンの動きって、まあ、具体的にどうやるのかというところを今からやっていきたいなと思います。さあ相手はですね、テックジーナスシンクロフライトコントロール。さあこちら後攻、対戦よろしくお願いします。さあハンドがこんな感じで、まず天気打ってワールフ取ってきます。でワールフ取ってきた後にモンスターセットで返してきました。でガンマからの、はい、ベータ出します。でここ殴っちゃうとサーチ入れられちゃうかなと思ったんで、殴らずカード1枚セットしてターンエンド。でストライカー出てきて、グリオンガンド飛んできた時にこいつら逃げようと思って、ここは耐え耐え耐えって感じで我慢していきます。ストライカー出てきて、でスターガーディアンからストライカー出してきて、ワールフ出してきます。で、ワンダーマジシャンですね、作ってこられますと。でここでチェーンして、はい、逃げていきます。で強化蘇生も使います。よいしょ。ワンダーマジシャンはね、フィールドの魔法カード、トラップカード1枚を強制効果で割ってきますので、こうやって逃げていきます。パーツを揃えていきますね。で殴ってくるんですが、ここは逃げていきます。でワールフ出てきました。ワールフはね、レベル4以下のモンスターが特殊召喚に成功した時に手札から特殊召喚できるという風なカードになります。でまずはアルファでベルセリオンを取ってきます。でここですね、ここでブリリアント、ランク3ブリリアントになってから、ブリリアントの素材を2つ取り除けばコアベージになることができます。でコアベージは守備表示のモンスター1体をデッキに戻すんですよ。こいつじゃなくてこいつ戻しましょう。要は逃げられちゃうんで、はい、シンクロするんだったらしてくださいよみたいな感じでここを触りに行きます。そしてベルセリオン出します。でベルセリオン効果で1枚、2枚と破壊していきます。でそうすると、はい、このままエクシュー召喚ガイアドラグン、これが1622でしょ。なんでベルセリオンにクリボール当てられちゃったら3800しか削れないんだけど、上にガイアドラグン乗っけることによって1626になったんで、ここにクリボール当てたとしてもガイアドラグンでキル取れるという、これがクリボールケアの動きになります。はい、じゃあ、こんな感じで動かしていくんですが、このまま一戦だけちょっとランクマやってみたいなと思います。さあどんな感じで動かしていけるかところですね。まあうまくいってもいかなくても、とりあえずこの一戦で終わろうかななんて思ってます。お、相手あのデッキっぽいな、新しく強化されたガイアっぽいね。さあよろしくお願いします。ハンドはまあまあまあぼちぼちって感じ。とりあえずサイクロンでフィールド魔法は抜きますかまあぼちぼちやね、ほんまにほんまにぼちぼち。あいつがちょっと鬱陶しいな。竜騎士ガイア、竜魔導騎士ガイアかな、正式名称は。そこに対して月の書打つかどうかなんだけど、なんか月の書打ったところでどうせ反転召喚してきてまた割ってくるかなっていう風に思っちゃうから、まあ一妨害食らうかぐらいの感じでちょ我慢しますか。ふんふんふん。一枚デッキに戻して、これ強いよね、走破するガイア。走破するガイアは強いんだけど、さあ、カースオブドラゴン見せてきてからのガイアソルジャー手札に加える。うわ、ガイアソルジャー手札に加えるってことは、ガイアソルジャーカースオブドラゴンで召喚して横にカースオブドラゴン出すやつよね。何やったっけ、魔導騎士ガイアだったっけ、あいつなのかな、なんでやねんちょ、もう一回やろ、もう一回もう一回もう一回マジで今のはなんでやねんやろ、あんなナチュラルななんでやねん、なかなか出えへんで。よし、もう一丁やりましょう、もう一丁もう一丁。まあ今のはもうどんなことがあっても一戦だけっつったけど、ごめん、あれはちょっとどんなことありすぎやわさあよろしくお願いします。会話目も珍しいっすね、アバヨが弱体化されてからほぼほぼ見ないけど。さてハンドはあーって感じ。まあマグネットフィールド引いてるからいいけどみたいな感じだね。じゃあデルタ出して、
よいしょ。で、ベータ落とします。で、マグネットフィールド効果発動を、これでベータを守備表示で出しましょう。で、ベータ効果でアルファ取ってきます。で、カード1枚セット、タイエンド。なんか相手がね、カードあったら、サイクロンとかあったら、これ後ろ触ってもらいたいなみたいな気持ちはありますね。ラグあるんで、まあ、速攻魔法1枚あるっすね。コズミックサイクロンか。なるほど。おー、そっち割ってくる、勤勉。まあ、後ろがね、大した札じゃないだろうっていう風な読みでしょうね。それ、正解。ジャンクコンバーター?サイクウィルダー切ったんだけど、何置き?ジャンクシンクロン。え?何それ?待って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 。サイコウィルダーも入ってるデッキ。何なんだろう。曲張り打ってくる。え、いいけど、いいけどやーって感じやな。来い!ジャンクシンクロン!ジャンクシンクロンのモンスター効果!俺はジャンクコンバーターを墓地から蘇生させるぜ。今ちょっと遊戯と混じってたね。ここでレベル5。はい、出てくるのは?あー、AOJ カタストルね。ドローセンスハイレベルとかかな。なんかそんな気するな。で、サイコウィルダー蘇生、ずる。サイコウィルダーずるいね。サイコトラッパー。353。ずるい。それはずるい。何なんだろうね。ブリューナク、いや、デーモンの将来とかかな。なんかそんな気もするな。まあ、マグネットフィールドは代わりあるんだけど。へへへ。はい、OK。で、こいつが闇属性以外のモンスター破壊ってことね。把握。そこを割ろうとしてくるんだったらこうか。逃げていきます。デルタを守備表示で出して、デルタ効果、よいしょ、ガンマ落とします。さあ、これで、で、カタストルで破壊してくる、こいつ殴られる、オッケー。では、ドロー。一気にキル取りに行きたいですね。じゃあ、マグネットフィールドおかわりからの、よいしょ。アルファ出して、で、ベルセリオン取ってきて、で、よいしょ。マグネットフィールド使って、まあ、ベータあたり出しますか。ベータあたり出して、なんか3出してもね、どうせ抜かれない、抜けないから、こうベータ出してですね、で、ベータでアルファを取ってきます。で、このまんま、あのエクシーズじゃなくて、手札のこいつ、場のこいつ、墓地のこいつ除外してベルセリオン出します。で、ベルセリオンの効果発動。よいしょ。で、カタストルだけ破壊できます。で、二伏せしてからの、デーモンの将来に攻撃。で、マグネットフィールドの効果で、デッキに戻っていただきます。で、いいとこ噛んだ。勝ちまあ、こんな感じの動きができます。まあ、ああいうところはね、マグネットフィールドが強いところではあるので、なんだろうな。まあ、1枚とかは全然入れていいと思う。1枚、2枚とかっていうのは入れていいと思います。ただまあ、3枚は被るので、っていうふうには、カフーさんは考えている。そんな感じだそうです。では、今回の動画は以上になります。参考になったりね、面白かったよっていう人いたら、ぜひぜひ、高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ご覧いただきましてありがとうございました。